ジのユニフォーム福井の丸岡は広島観音と対戦。1点を追う丸岡は後半33分、その折り田を守って左足のシュート、こぼれている、こぼれている、押し込んだ。2年生前田が押し込んで同点に追いつくと、さらに後半アディショナルタイム、さあ丸岡キャプテン鈴鹿のヘディング、丸岡高校アディショナルタイム逆転しました。またも2年生途中出場の辻川が値千金の逆転ゴール、丸岡が3回戦進出です。